浅草市、まさか私を無賃金で労働させようと思ってたんすか。上映会行こうぜ金森しよう。瓶牛乳4本追加なら。足元見やがって。冒険感。なるほど、もういいです。求めた以上に解説されるのは苦痛です。面目ね。何言ってんです。お姫様を助けたら次はお宝ですよ。お姫様も悪者もいない、ただの家庭の揉め事だよ。水崎氏がアニメの話してるの聞いてたでしょう。浅草氏、現金は私が。ありがとう。何何、先行投資です。金森てめえ勝手に。その通り。イメージボードって何です。殺す気か。わしゃ経験も知識もそもそもそんな度胸が。前途有望なワーコードが何をくだらんことで足踏みしてるんです。アニメを作りたいんですか、作りたくないんですか。アニケンの入部がダメなら新たに部を作りゃいい話じゃないですか。我々はモラトリアムに守られているんですよ。失うものなんてない、ノーリスク。私もアニメの知識はありませんが、もろもろのサポートは約束します。どうしてそこまで。カリスマ読者モデルの水崎氏がアニメを作れば絶対金になります。すでにアニケンが存在するのに新たにアニメ部作るのが許されるんかいね。確かに。そこは私が金か暴力で解決します。やめてくれ。何アホなことやってんですか浅草氏。さら回し。わかってます。何かにつけて宴会する習慣の人間は嫌いです。合点承知の助。まあまあ金森さん、食堂のコロッケと音楽浴場の瓶牛乳もあるんだよ。それを早く言ってください。素晴らしい宴会ですね。現金だな。我々映像研は映像制作全般を主軸としており、実写であれアニメであれジャンルを問わず映像を作る権利があるはずです。そもそもアニケンの正式名称はアニメ文化研究会ですよね先生。現在アニケンはその名の通りアニメ研究に専念しており、映像制作は全く行っておりません。実態もないのに不当に権利の幅を利かせる部は迷惑千万です。それに生徒の正当な権利活動を教師が真っ当な理由もなしに制限するのならば PTA や教育委員会の。まったく最近の生徒は恐ろしいな。いやいや、ちょうちょうだちょうちょうだちょうちょうだ。やだ、大層真面目な態度ですね浅草市水崎。パン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 。真面目にやれ。今日中に修理を終わらせるんです。無駄に時間を浪費する愚か者には無慈悲な鉄槌を下しますので、そのつもりで。そうは言うけど浅草さんってすごいよね。何がです、突然気持ち悪い。今すぐ PC 室に来てください。いやー、これは早く出来上がりが見たくなりますな。人事でなく早く全カット見たいですよね。期限まであと一月ですから。水崎氏、先週書いてたカット番号は4です。今週書いてるカット番号は4。1ヶ月弱かけて4カットしかできてないと。ペース遅すぎます。全体のペースを考えてください。金森さん、リアルな芝居つけてもいいって言ったじゃん。全体の配分を考えて余裕があればの話です。このままでは予算審議委員会に 100% 間に合いません。本日以降24時間労働で30日動画をかけ。無理だよ30日徹夜なんて。では1日48時間労働で15日に譲歩します。んー、でもストーリーはさ。間に合わないと意味がないんです。いいですか、プレゼンさえクリアすれば予算が手に入るんです。そしたら作りたいものを好きなだけ作ってください。予算審議委員会、いよいよはったりでいきましょう。あ、となるとこれ全部学校側の問題、不祥事ですね。不祥事の話しますか先生。金の亡者め。ガシャン。仕事に責任を持つために金を受け取るんだ。開かねえ扉があってたまるか。扉は開くのが仕事だろうが。仕事しろ。ほら、誰も誰だ。いやー、我々はクライアントに信頼されてないようですね。
お許しください。罪深いな。時代が時代なら死刑ですね。この立派な資料は今後も有効に活用させてもらいます。金森氏は人と話すのがうまいな。アニメの完成！完成は目標ではなく決定事項です。今からではなく船に張り分けるんですよ、兵役は。恐ろしい食べ方じゃ。ごちそうさまでした。お会計。お宅がここを不当に占拠してる事実が変わるわけじゃねえ。ちゃんと読め。バカ野郎、それだけはダメだ。根幹を揺るがすな。完璧。承服しかねる。官官学学の会議で矛盾を踏み台にたどり着いた結論でしょうが。君も案外バカだね。張り倒すぞ。こらやめろ。搬入が終わったらとっとと来てください。ただだからってこんなに引き取らなくていいんです。ほうが早いよね。ああ風呂屋で金払って湯を節約するなんざ贅沢だ。なめてんすかその数字。子供の使いじゃないんですよ。その口の聞き方はどうかな。何様なの。待て、どうや21では18 20 16だ。19 16。では交渉成立。映像権を存続させるためには金がいるんです。新作を作りますよ。 DVD を売りまくりましょう。貴様ら、私はその昔一軒の酒屋が消えていく現場を見た。商品の充実だけにこだわっても意味がない。時代に合った需要と供給、そして宣伝。いい店なら自然と客が来るなどという考えは甘い。宣伝なくして商売は成り立たない。同時に作品がなければ何も始まらない。こだわりだけじゃなく客の購買意欲をかきたてる内容を考えろ。私が宣伝します。はっきりしろ。内容次第で全スタッフの動きが変わってくるんだ。ああだこうだ悩むのは勝手ですが、タイムリミットがあるんです。コンテに時間をかけすぎれば以降の工程が圧迫されます。お分かりですか。なぜ自転車で集まる必要が。コンテかけ。敵の正体も決めてください。なぜ音取りに同行するんだ。音響の仕事でしょうが。総監督は全てをチェックするのだ。一丁前のことは己の仕事をしてから言え。うちも一人がいいんすけど、どうしても行くって。だってだってもあさってもねえ。しかししかしもかもしかもねえ。でもでもも決起もねえ。このチャイムで新しいの一本考えた。いい加減にしろ。ラストのオチは、敵の正体は決まったんすか。まだ。敵の目的は作品締めくくるんじゃなかったのか。うまそうなタヌキが取れました。キー、何リフレッシュしてんだこら。堪忍しとくれ。未だにストーリー決めきれない四流監督の分際で仕事しろ仕事。チッ、クソが。泡が滑り込んできた。そんなわけあるか。注意力3万だ。11。てめえら何サボタージュしてんだこら。仕事しろおら。今さら何言ってんだ。ふざけるな。どういうこと。2秒で答えろ。ああ約束のデータを納品しに来ました。